皆さんこんにちは、女流棋士の香川真奈です。今日も3手詰め一生懸命解いていきましょう。ちょっと難しいですよ、頑張ってくださいね。玉方2二歩、2三桂、3一玉、3三角、4二馬、4三歩。攻め方2四桂、5一と、5二竜、6二飛車。持ち駒はありません。この問題のポイントを解説します。このお相手の馬が本局の、命運を分ける駒ですね。これ金銀3枚分と言われるほどかなり強力な駒でして、ちょっとこれを残したままで寄せるの結構難しそうですよね。といって4二竜と取ってしまうと、同角となって、角1枚ですとちょっと王手が続かなさそうな展開です。さあ、ということでまたこの2一の地点に逃げられるのも気になるんですけれども、すぐに4一竜とやりますと、これ同馬と取られてしまいまして、同と、そうですね、怖いけど玉を寄って、ギリ耐えていそうな感じがします。はい、ということでこの馬を取らずにでも無効化するような何か一工夫が必要そうです。ちょっと考えていないでも考えてみた方がいいかもしれませんね。それでは正解を発表します。正解は3二桂成、同じく玉、4一竜までの3手詰めです。皆さん解けましたか？この問題のポイントを解説します。いやー、これは苦戦された方多かったんじゃないでしょうか。初手はこの何も聞いていないところに桂馬を投げ捨てる3二桂成でした。これが見えたかどうかがとても大きかったと思います。同馬と取りますと、何も聞いてないと言ったんですが、この左側から飛車と竜2枚の駒が効いておりますので、3二同じく竜と取りますと、この2枚の飛車の連携で、取ることができないということで、これは同玉と取る一手ですね。はい、でまたここの桂成も難しいけど、ここで一手詰めを出されてもなかなか難しい問題だったと思います。逃げられる場所を見ていくのがポイントですね。今は3一の地点、そして2一の地点に逃げることができる、この2つの逃げ道を同時に塞ぐことができる王手というのがこちらの4一竜という王手でした。一見タダで取られてしまいそうな見た目ですが、これは飛車が効いていて、取られてしまう王将ということで、実はこれで詰め上がりということなんですね。なんとなくここを眺めていてもこうパッと詰んでいるかどうかが難しいような問題だったので、初形からこの桂成からの3手読まれた方は腕に自信を持たれていいと思います。やっぱり詰将棋もそうなんですが、実践の将棋でもいきなり馬を取ろうとか、例えばと金を寄ろうとかっていう手もあるんですが、最後どういった詰め上がりにしようかというイメージを持つのがとっても大事です。いろいろな詰め将棋を解いてみて、経験を増やしていって実践に生かしていただけたらなと思います。今回
もご視聴ありがとうございました。難しかったですね、また次回からも問題たくさんご用意してますので、チャンネル登録応援よろしくお願いします。次回からも一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。